動画が好評だったので今回もゆる動画をしたいと思います。イエーイ。それはじゃん、そのままソーダです。イエーイ。あのこの前さグレープだったよね、うん、今回はねえちゃんがスーパーの引いた。そう今回の挑戦者はアリサとリナちゃんとゆるです。あ、もう一回ね、せーの、アリサとリナとユナです。イエーイ。誰が酸っぱいのか当ててね。当ててください、うん、ね、うん、じゃあまず開けよう、うん、うん、開けます。あ、手がスライムの匂いがする。あ、めっちゃ綺麗な色。お、夏だね、めっちゃ夏。オーマイガー、めっちゃいい顔、こんな感じ。おー、たたた、3個たたた。じゃあじゃんけんして。あ、待って待って、なんか見て見て。外側が柔らかガムで中がとろーりペーストだって。ペースト、ベースト、ペースト、ペースト。ということでまずじゃんけんして選ぼっか。うん、最初はグーじゃんけんぽい。イエーイ。最初はグーじゃんけんぽい。チョキで返しました。まあね、負け物には服がある。残り物、残り物。じゃあね、ちょっとね、三人兄弟の真ん中なんで真ん中いただきます。そう、次、ひなちゃん。じゃあ私は末っ子なのでこっち側。どっちでもいけど。左側取りました。残り物で、あ、でも服があるからね。せーの、いただきます。演技するんだよ。オッケー。せーの、皆さん、はい、いただきます。一斉なのでいただきます。もういいや、食べちゃおう。いただきます。せーの。うん、うん、うん。え、おいしいよ。どっち。うん、うん、うん、ちゃんとソーダの味がする。なんか夏にぴったりだね。なんかソーダのかき氷の味がするんだ。そう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 、ソーダ。なんかソーダアイスみたいな。そうだよね、うん、だね、そうだよね。これ風船ガムができそう。できる風船ガム。できる。面白いやん。面白い。甘いね。うん、甘い。ソーダでも甘い。うん、炭酸はないけど、本当のなんかさ、炭酸抜きのソーダの味がする。うん、そうそうそう。パーってほーってほーなんかパーって。サワーみたいな。じゃあ、うん、まず予想しよう。誰が。この中で、うん、酸っぱいの食べてるから3人で指さして。こうね、こう。うん、はい、せーの。だよねということで、皆さん分かりましたか？誰が酸っぱいのを食べたでしょうか？ 3、2、1。あ、ごめん。忘れとった。3、2、1。どんな感じ？ね、ソーダの酸っぱさと、うん、とろーりペーストの酸っぱさも合ってて、酸っぱいのも美味しいよ。なんかさ、うん、ソーダのガム甘くて、うん、ペーストはちょっと酸っぱいみたいな。うん、そうそうそう。チーンって言うから、なんかおかしいと思ったら、なんかね、うん、噛んですぐに、ゆなちゃん味がないけど、ゆなちゃんだけ甘いって言っただけで、え、噛むの早いと思って、早くないと思ってから。はい、ということで今回はそのままそのままソーダガムを、うん、食べました。ゆる動画でした。イエーイ。皆さんも買ってみ